お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、マルチやっていくんですけど、こちらのデッキですね。で、あれです。いわゆる外役デッキなんですが、で、この外役デッキを前もあげたんですけど、今回はちょっと変わってます。ちょっと変わってて、テスラが墓石に、ここですね。この墓石になってるっていうので、ちょっとだけ、変わってないようなものなんですけど、変わってます。ということで、このデッキでやるんですけど、今マルチで、これで7連勝してます。7連勝してて、んで、この流れで一気に爆上げしたいなって思っています。ってことで、これでいきます。で、今、見習いがマルチでもちょくちょく見え始めたんですけど、見習いに対してこのデッキが強い。墓石の方が、今だと、その、見習いに対して墓石がめちゃくちゃいいっすね。はい、ってことで、これは日本のことですね。はい、ってことでよろしくと。いきます。で、多分、この方は、三死ですね。三重使いですね。ロケットにエリポン打ちます。で、エリビクサー溜まったら、墓石置くんですけど、後ろから三重展開されるんで、本当は、トルネを持っていたいんですよね、ここで。けど、ないんでしょうがないですね。墓石置いて、でも墓石置いたら逆サイに小城馬場来るんですよね。やだー。ここ2体の方とりあえず処理して、で、なんか合わせてきたらこれにウッドを出せばいいんで、よし、これウッドっすね。あれ待って、やばい、ウッド下手。これ多分あれよね、マスキングターゲットいくよね。わあ、うまい。今のザップ見ました。早っ。マスケ残し用の超瞬速ザップですね。いやー、危ない。いやー、で、これ、ディガー避けたくないんですよね。エリポンにディガー流すと見せかけて、いやー、エリポン置いてこないか。いやー、さすがに出さないか。あ、これ美味しい、これ美味しい、これ美味しい。でも、削っていかないと、6分あるんで、なんとかなるんですけど、できるだけ削っていきたいですね。で、エリポン置かれたらロケット打って、小城が来たら墓石。オッケー。よし。いい流れ。これで、この流れでいきたいですね。で、三式来たら、とりあえず固めたい。で、墓石は小城馬場来るまで出したくない。とりあえずずっと流します。ダメージっすね、これで。待って。三式で、出てこない。OK。これトルネでまとめて、まとまるよねー。いい子。ポイズン打って、ディガー飛ばして、これはバルキリー出してあげてればよし。突進はスピード緩んでたんで300ぐらいですね。で、三式来たらトレーニングでまとめてを繰り返していけば、あれ、ああ、これ先打ちポイズンですね。先打ちポイズンにこのトレーニングで、よし。なんかミリ残り。で、このエリポンにロケット打ちたい。打ちます。あ、待って、1アート取られる。1アート回収するー。よし。で、これはもうバルキリー出しちゃいましょう。よいしょ。気持ち、墓石なんかあると強いですよね。あると強い、墓石。ここもう一回。いや、これやんちゃしたなー。これ逆サイにガゴムレディガーとか来たらクソうまい。いや、これウッド打ってこういうことっすよね。これは墓石、超墓石。よし。そう、墓石これが強いんですね。ガゴム、テスラだったらワンチャン一気に持っていかれるっていうのがあるんで、今のとかこれディガープラスのポイズンで、ギャンクなんか来て、よいしょ。あとロケットウッドで勝ちましたね。いやー、じじ。よし。まあ、三重士にはミスなければっていうか、テスラだとこれが結構きついんですよね、三重士に対して。なんですけど、墓石なことによって、結構勝ちやすいですね。小城馬場に対しても強くなりますし。よいしょ。いや、今8連勝。いやー、強い。墓石がいいですね、墓石が。で、よくあるんですよね。墓石にしたら、ラバルどうするんですかって。ラバルどうするんですかってあるんですけど、ラバルは、
正直しんどいっちゃしんどいですけど、そんなこともなくて、初めに、まあ、ラバルの形作られるじゃないですか。そこを墓石で普通よりも一マスぐらい内側に墓石を置いてですね、まあ、バルーンを絶対引っ張って、そのバルーンをキング軌道してですね、一番初めにバルーンをキング軌道に持っていくのが大事ですね。墓石をここではなく一マス内側とかに置いて、ここに、まあ、バルーンこさして、そしたらこう来たバルーンをここで取るねーですみたいなやつですね。まあラバが来てくれたら話が早いんですけどね。あ、これ美味しい美味しい。 2.6 だったら価値格ですね。いや価値格でもないのかな。 2.6 に対してはテスラの方が意外といいかも。キラマ負けないっす。ウッド、いや 2.6 っぽいな。ああ違う、縦線バージョンや。なんかめっちゃびっくりした。これ嫌っすね。これは一発許容っすね。ちょいと流れが良くない。許容して下に引っ張ってあげたら、まあ一発だけで抑えれる。でこれディガー飛ばして、 OK 一発入る。で、あー、取り目もある。ずるいって。相手からしたら俺もずるいかもやけど、お前の方がずるいって。でスペルがまだ分かんないんですけど、バルキリーでマスティカアイスズとかも出てないんで、いやこれで、あ待って、なんでバルキリーこっち来た。来んな来んな来んな。これザップ来ない。オッケーオッケーオッケー。墓石つえー。もうこれは今ロケット打つと良くない、良くないかも。一気に、いやでもトルネードあるんか。トルネードあるから、いや落ち着け。いや今片鉄ゴリゴリ作ってきたから、これでロケット作るし、まあポイズンでもよかったかもしれないです。一気にここでロックスは怖いんで。ああ、おいしい。もう同じことしてくれた、同じことしてくれた。よし、あ待って、これやばい。あでも相手無視してこなかったのおいしいですね。でこれ墓石に釣られたらおいしい。これトレンで逆サイドに、あーいしょ、いらっしゃい。え待って待って待って、やばいやばいやばい、いやーやばいやばい、逆にやばい。よしよし、セーフ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 、ギリセーフ。これあれっすね、墓石を毎回、あこれ惜しい、これ惜しい、バルキリーで、これはもうトルネードで吸ってあげれば、あーいしょ、確実に確実に。でもロケット削りすれば絶対勝てるんで、いやー前で白旗あげちゃってますもん。これは勝ちましたね。ふぅし。で、ポイズンも使ったんで、相手はこの墓石がしんどい。もう、こういう場面でもロケットって用意する。で、まあこれはカード回して、アイスイズ取るのもありますし、ウッドで逆サイ。よしよし。っていうような細かいこともできたりしますね、たまに。はい、ということで、あとはもうポイズンロケットで、GG。いやー。気持ちいいっすね、この圧倒的勝利。はい、よしよしよし、嫌われそう、そろそろ嫌われそう。はい、いやー言うて使うのむずいっすからね。ってことで今何戦やった、今2戦か。いや待って、めっちゃ調子いい。ラストラストいきます。よし、いやー勝ちたいですね。で初手は基本まあ待ちからなんで、相手が何かしてきたらそれに合わせるで、何もしてこなかったらウッド流すか墓石置くぐらいですかね。いやでもこれは墓石置いたらコウモリでちょっと一発ぐらい殴れるの嫌なん でここで出しますか。あーザップ、コウモリザップ、バルーンっぽい。お古城ババ、いやギャンブラーかっこジャイ三重視ですね。これはジャイ三重視ですね。これウッドで墓石の方に。よし、でこれ本当はロケット、いやロケットな、いやこれはまだ30バルキリーでしょ。ですよいしょ、いやーバルキリー強い。よし、いやもう余裕。はい、でこれジャイ三重視に対してはまあまあ相性がいいんで、本当にミスらなければなんとかなりますね。でも相手がめちゃくちゃ上手かったらクソしんどいんですよね。だから1回のミスだったり
そういうので、これでここにコウモリがギャングクラスだからポイズン。よし、え、違う違う違う、予定と違う。まあ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 、そういうことはありますか。これで後ろにジャイトが来たらそれにアイスウィズ合わせて3匹来たらトレーナーでも取れます。で、これはバルキリーを先に出してもいいのって思われるかもしれないですけど、出していいです。結局トルネロケットで30射処理できるんで、よいしょ、この辺ですかね、多分。よいしょ、これで今あのアイスティーズ側にガゴムレ出してきたらめちゃくちゃうまい。もう何もできないですからね僕。まあさすがにそんなやんちゃなことはできない。あ、これ美味しいですね。で、ガゴムレかコウモリ来てもアイスウィズいるんで、で、これ、逆サイのアイスウィズが優秀。優秀。で、これはアイスウィズだけで処理できて、これ、ギャングかコウモリ来るからポイズン打って、まあ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 、これディガーが入らないですけど、まあなんとか。やだやだやだ。これロケット打ちたい。これロケット打ちたい。いやー、待って。よくない。これがよくないのか、さては。いや、待って。30引きたら後ろで固めて、ちゃんと。これ大事、これ大事なんですよ。三重子に対してこれまとめないとめっちゃしんどいです。まとめることによって勝率断然上がりますね。これ絶対なんか来るからポイズン打って、これもうウッド持っておきましょう。よいしょ、ポイウッドで小嬢ババアがゆっくりになる。ゆっくりになるっておかしいな、あれっすね、持ってるやつが剥がれるっす。でもこれは後ろからしっかり展開してあげて取るね。いや、することねえな。あ、これはもうここに取るね、ロケットで。いや待って、やばい、これで囲まれてきたらポイズンボーイですね。よし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 、いやー、なかなかダメージが入らないですね。けどまあ焦ることはないし、焦ることはない。いやー、あのエリポン無視ですね。もういや、うまっ、ここでエリポン受けるのはクソうまいっす。いやー、しかもちゃんと見てる。いや待って、これアイスウィズ咲いたらよくないか。もうめっちゃ考える、めっちゃ考えるですよね、絶対そうだよ。後ろからバルキリーちゃんと出して、いやー、それやばい。とりあえずもうすることないんでディガーって削ります。こっちっすね、こっちにまとめて。待って、コジョババ入る、コジョババ入る、コジョババ入る。あー、オッケー、助かる、超助かる。で、これちゃんとポイズン防衛して、左のコウモリは大丈夫。ん？待って待って待って、バルキリー。バルキリーちゃん。あー！やばい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 、ジャイアント強い。あ、これ美味しい。え？これは美味しい。マジで美味しい。これ相手、これが、このミスで相手は負け。これ左無視ですね、ちょっと。左無視で。待って待って待って、やばいやばい、コウモリ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 、待って待って、マジやばい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 。え、逆サイもやばい、逆サイもやばい、待って待って待って、負ける負ける負ける、やだ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 、待って、やだやだ、戦闘戦闘戦闘ババ戦闘ババ、待って待って、やばいやばい、ロケットポイズンで勝てる、ロケットポイズンで勝てる、やだ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 、待って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 、やだやだやだ、待って待って、これ多分攻めたら死ぬ。オッケー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 。いや待って、ザップザップザップで死ぬ、ザップで死ぬ。え、でも今ザップないから、ロケットロケットロケット、早く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 、よし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 、行け行け行け、よし、よいしょー。いやー、危な、めっちゃ危ない、めっちゃ危ない。勝ててよかった、はい、え、本当によかった。待って、めっちゃトラ上がった。ということでこちらですね。はい。めっちゃいいかもです、今。はい。見習いが出たんで、見習い持ってない人とか、見習いに対してですね、見習いアンチデッキ的な感じだと思うんで、ぜひ使ってみてください。よければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。